こんにちは。アシスト整骨院院長川口です。今日は当院で、予防のために行っているトレーニングを一つご紹介させてもらいます。今日はこのフローインを使ったトレーニングを行っていきます。で、スポーツ時の怪我の予防のために必要なもので、まず分かりやすいところで言うと、体幹が強くなれば怪我の予防につながっていきます。その体幹を鍛えるためのトレーニングを今日はご紹介させてもらいますね。まずやり方なんですけども、フローインに手をついて足をつきます。このまま体をまっすぐに伸ばして足を交互に動かしていきます。この時にお尻が上がったり肩が前に移動したりしないように気をつけながら、30秒間交互に動かしていきます。これを行っていきます。で、体幹を鍛えるにしても大事な部分は、まず難しいことからやるんじゃなくて、簡単なことからやっていくというのが大事になっていきます。なのでまずはゆっくり30秒動かす練習、次に少し早く30秒動かす練習という形の、今日は2種類させてもらおうと思います。では実際やってみますね。まず手をついて、この状態で体をまっすぐにします。このままゆっくりと足上げて反対に動かしていきます。では30秒いきます。よーい、スタート。1、2、3、2、2、3、3、2、3、このようにゆっくりと足を動かしていきます。特にお腹に力を入れるように意識しながらやっていくとより効果的です。で、目線が下がりすぎないようにも気をつけながら30秒間やっていきましょう。 OK です。こういう形でですね、やっていくのと、次はできるだけ早く、まあ、少し早めながら30秒間やっていこうと思います。少し体がブレやすくなりやすいんで、その後は気をつけておいてください。ではいきます。よーい、スタート。こういう感じでですね、できるだけスムーズに動かしていきます。で、肩が前に行かないように、お尻がこう上下しないように気をつけながら30秒間動かしていきます。まあ、ブレずに動かすことが体幹のトレーニングにつながっていきます。OK です。こういう形で結構きついんですけども、体幹を鍛えて怪我の予防までしっかりと行っていきましょう。まあ、ぜひフローインとかの使い方で、こういう活用方法ないかなとか、こういう時はどうすればいいのかなとか、そういうのがあればまたコメントしていただけましたら、それの動画も撮らせてもらいますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。では頑張ってください。